高校生のための整数問題解放。今回は一時不定方程式の4回目となります。3元の一時不定方程式の解放について学びましょう。では、まず次の定理を考えてみましょう。不定方程式 ax プラス by プラス cz イコール n が解を持つための必要十分条件は abc の最大公約数が n の約数となることである。 では証明していきましょうまず不定方程式 ax+by+cz=n が解を持つならば abc の最大公約数が n の約数となることを示します。abc の最大公約数を d と受けます。そして先ほどの不定方程式が解イコール x α タ z γ ーーを持つとします。この時 等式 Aα プラス Bβ プラス Cγ ガイコール N が成り立ちます明らかに D は左辺の括弧を割り切るので D は N の約数となりますでは逆を示しましょうつまり ABC の最大公約数が N の約数となるならば不定方程式が解を持つことを示します D が N の約数であると仮定すると N DN イコールダッシュと表すことができますこの時 AS プラス BT プラス CU イコール D を満たす整数 STU が存在するので a かける s n ダッシュプラス b かける t n ダッシュプラス c かける u n ダッシュイコール N となります。よって不定方程式 AX プラス BY プラス CZ イコール N は 解 x、x イコール sn' y、y イコール tn'、z イコール un' を持つことになります。では次の例題をやってみましょう。括弧一1、一次不定方程式 21x プラス 14y プラス 12z イコール1の整数解をすべて求めなさい。括弧二四4で割ると3余り、5で割ると1余り。 そして9で割ると2余る整数はどのような整数か。では解答を作っていきましょう。まずカッコ1です。余式を7カッコ 3x プラス 2y プラス 12z イコール1と変形すると、次の連立方程式を解けば良いことになります。3x プラス 2y イコール k の時、まず 3x プラス 2y イコール1を解きます。 2を法として考えると、x は1と合同となり、x が1のとき、y イコールマイナス1となります。よって3、3×1 プラス 2× マイナス1イコール1が成り立ち、両辺を形倍すると、一般解は、x イコール k プラス 2l、y イコールマイナス k マイナス 3l となります。 7k プラス 12z イコール1のとき、7を法として考えると、5z は15と合同となるので、z は3と合同となります。そして、z が3のとき、k イコールマイナス5となるので、k イコールマイナス5プラス 12m、z イコール3マイナス 7m と一般解が求まります。よって1により、 x, y, z は次のようになります。すなわち、x, y, z は次のように表されることになります。次に括弧2です。n イコール 4x プラス3イコール 5y プラス1イコール 9z プラス2と置くと、4x プラス3イコール 5y プラス1より マイナス 4x プラス 5y イコール2となります。ここで4を法として考えると、y は2と合同となるので、y イコール2、x イコール2が初期解となります。よって、x イコール2プラス 5k、y イコール2プラス 4k が一般解となります。これを円の式に代入すると、 N N 20K 20K 2 11 11となりまますす次に 9Z を解きますこれを整理すると20プラス2 0 k 9 z 9となるので9を法として考えるとス2 k は0と合同となるので k は0と合同とな 合同となりますよって k イコール 0z イコール1が初期解となり k イコール 9lz イコール1プラス 20l が一般解となります。先ほど得られた n の式に代入すると n イコール 180l プラス11となるので求める答えは 180で割ると11余る整数となりますでは次の練習問題をやってみましょう練習問題の回答をご希望の方はチャンネル登録をお願いしますコメント欄に回答希望と入れてくださいこの講座で扱った内容は次の書籍に載っています Amazon で購入することができるのでぜひご購入よろしくお願いします 次回はフェルマー・オイラーの定理の1回目となります。オイラー関数について学びましょう。それでは次回、またお会いしましょう。